ターミネーター2、ターミネーター2、現代、ターミネーター2、ジャッジメントデーは、1991年のアメリカの SF 映画、1984年の映画、ターミネーターの続編として制作された。監督は、前作と同じく、ジェームズ・キャメロン。略称は、T2、T2。同年のアカデミー賞で、視覚効果賞、メイクアップ賞、音響効果賞。 六音賞を受賞している。1991年7月3日、アメリカ公開、特別編1993年上映時間154分、上映時間137分、制作費1億ドル、当時の日本円では約140億円、全世界での興行収入は5億6千万ドルを超えた、これはターミネーターシリーズ最大の興行収入記録でもある。 カロールコ作品。マリオカサール提供。パシフィックウェスタン製作。製作協力は、ライトストームエンタテイメント。人類と機械の戦争が続く、近未来から、それぞれの勢力が現代へ送り込んだアンドロイドと、戦争を回避すべく奮闘する人間たちとが、繰り広げる死闘を描く。本作における未来において、核戦争を生き抜いた残りの人類は、 戦争勃発の日を、審判の日、ジャッジメントデイイコール本作の現代と呼ぶ。本作ではこの各戦争が起こった原因の中に、ソビエト連邦との東西冷戦が含まれており、審判の日とされる8月29日は、ソ連発の原爆実験、RDS-1 に由来するが、くしくも作品の制作年である1991年に、ソビエト連邦は崩壊した。そのため、 テレビ放送された、サイの吹き替えゼリフでは、ロシアに変更されている。スペイン語風の決めゼリフ、アスタラビスタ、ベイビーは、有名となり、U2 が同名のライブアルバムを作っているほか、1992年、アメリカが衆国大統領選挙においては、共和党から対立陣営のメッセージとして用いられ、その後も政治的な文脈で、たびたび使用される。 仇役を滅ぼすときはスペイン語で挨拶し、最後に人間には、英語で、グッバイと別れを告げることについて、微妙な問題があるとの指摘もある。なお、スペイン語版にはこのセリフは存在せず、代わりに、さよなら、ベビーとなっている。日本語字幕や、吹き替え版では意訳され、地獄で会おうぜ、ベイビー。戸田夏子による意訳、または、さっさとうせろ、ベイビーとなっている。 テーマソングにガンズローゼズの You could be mine が使用されており、劇中でも少しであるが流れている。ジョンが悪言とバイクを乗り回しているシーンで、スピーカーら流れている。この曲の PV では、バンドメンバーとシュワルツェネッガーとの共演が実現している。ちなみに、この曲が収録された同バンドのアルバム、Use Your Illusion 2は、全米初登場1位となった。この曲アートに、 ターミネーター4でも小ネタ的に用いられている。1994から95年のロサンゼルス。10年前のサラコナーとターミネーターの死闘を知る者は、なく30億人の人命が失われる1997年8月29日に起こりうるスカイネットと人類間の核戦争、審判の引きこするサラは、 サイバー大医者への爆破ミス事件を起こした後、精神病患者として警察病院へ収監され、非人道的な拘束を受けていた。また、カイルリースとの間に生まれた息子のジョンは、養父母のもとに引き取られていたが、最終戦争に備える皿の偏った教育を受けた。ジョンは子供ながらに、ハッキングや武器の知識に精通している一方で、今では母の言動を与な話と断じながら、 気候に走る日々を送っていた。ある日、時空を越えて、再び2体のターミネーターが送り込まれる。1体は10年前と、同モデルの T-800 モデル101型。もう1体は、変形自在の液体金属で構成された、最新モデル T-1000 型。2体はそれぞれ共通の目標であるジョンを捜索し、ショッピングモールにいた彼を、ほぼ同時に発見する。 t-1000 の襲撃からジョンを救ったのは、かつて皿を襲った t-800 だった。t-1000 の追撃を振り切った後、t-800 は未来のジョンが過去の自分を守るため、露覚した t-800 を再プログラムしてこの時代へ送り込んだことを告げる。t-800 は、ジョンの指示には全て従うようプログラミングされていた。 t-800 の出現によりサラの話が真実で、あることを知ったジョンは、t-1000 の次の標的であるサラの救出に向かう。その間、警察病院ではサラが、ショッピングモールで撮影された t-800 の写真を見せられ、危機が近づいていることを悟る。彼女は病室を抜け出して、脱出を図り、病院の職員たちに取り押さえられるが、そこにジョンと、 t-800、そして t-1000 が現れる。辛くも彼女を保護して t-1000 から逃れたジョン一行はメキシコ方面への逃亡を図る。サラは母を助けたい一心で危険に身をさらしたジョンを叱責する。サラは当初はかつて自らを襲ったターミネーターと同型である t-800 を警戒し破壊も試みるがジョンの説得でやめる。 やがてこの忠実な殺人機械こそが、ジョンの絶対的な保護者としてふさわしい存在であることを悟り、次第に見方を改めていく。当のジョンは、サラの友人のキャンプにて T-800 と交流し、信頼を深めていく。T-800 から、スカイネット誕生につながる、コンピュータ素子を開発することになる、サイバーライン社の技術者マイルズ・ダイソンの存在を知らされたサラは、 戦争を阻止すべく単身で、ダイソン宅に侵入して、彼の殺害を試みる。しかし、ダイソンは、未来のことは何も知らずに幸福な家庭を持つ姿勢の技術者であり、傷つけられて、なお妻子とかばい合う姿に、サラは殺害を躊躇する。母を追ってきたジョンは、サラを本位させ、ダイソン夫妻に全てを話すとともに、彼の研究がサラに破壊された。 最初のターミネーへの残骸に基づいていることを知る。因果の輪を断ち切るべく、一同はマイルズを伴って、サイバーダイン社へ侵入。警官隊に包囲される中、マイルズの犠牲と T-800 の噴線により、研究のすべてを破壊し、保管されていた最初のターミネーターの部品を持ち出す。サイバーダイン社から逃走するサラたちの背後には、奪った。 警察無線で状況を把握した T-1000 が迫っていた。カーチェイスの末、一同は製鉄所へと突っ込む。T-1000 はタンクローリーから漏れ出した液体窒素を浴びて凍り付けとなり、T-800 の銃撃で粉砕されるが、溶鉱炉の熱によりすぐに溶解、再生する。短時間のうちに急激な変化を繰り返したため、T-1000 は、 機能不全を起こしていたものの T-800 を依然として圧倒し苦戦させる T-1000 の猛攻の前に一度は動力源が破損し機能停止する T-800 だったが予備電源により辛くも活動を再開サラヤ T-800 との死闘の末 T-1000 はグレネードランチャーを撃ち込まれ陽光炉へ落とし断末魔の叫びと共に溶解し最後を迎えた ジョンはサイバーダイン社でダッシュした1984年に回収された T-800 の右腕とマイクロチップを陽光炉に放り込む。しかし T-800 は同じものが自身にも内蔵されているため自身を陽光炉へ沈ませて消滅させることをさらとジョンに求める。だが二人にとってもはや T-800 は単なる機械という存在をはるかに超えていた。 ジョンの方を伝う涙に触れた T-800 は初めて人間の感情と生命の尊厳を理解する。二人と別れの法要と握手を交わした後、彼が陽光炉へ沈みながら最後に見せたのはメキシコでジョンに教えられたサムズアップであった。不確定な未来の闇に対し、サラは殺人機械ターミネーターが生命の価値を学べた事実に希望の光を乱すのだった。 視聴率はビデオリサーチ調べの関東地区の視聴率。2回目放送時の視聴率はビデオリサーチの1995年年間高世帯視聴率番組30関東地区の30位にランクインした。6回目放送時、本来はめちゃにイけてるを放送する予定だったが、同番組の収録準備中にスタッフの死亡事故が発生したため、 予定内容を急遽変更して、ターミネーターに特別編が放送された。120分バージョンはさらに CM も合間に入る、こともあり、かなりカットされている。T-800 が、革ジャン、革パンツ姿で、夜の酒場からハーレーを走らせる。T-800 が他人を見て、笑い顔を真似る。T-80 の頭部を調べる。地下室で武器を選ぶサラの夢で。 各爆発前などがない。1994年に発売された LD セットに収録するために制作されたもの。キャストやスタッフによる音声解説を日本語で吹き替えている。カッコ内は日本語吹き替え声優。前作、ターミネーターの予想を超えたヒットにより、早くから続編の制作が期待されていたが、もともと B 級映画だったために続編制作の権利は、 複数のマイナー会社に握られており、作りたくても作れない状況にあった。また、キャメロン自身も、前作の焼き直しに陥るのを危惧して、早期の続編制作には、否定的で、少年とターミネーターという、新たな構想を温め続けていた。事態が大きく動いたのは1990年、カロルコのマリオ・カサールが、トータルリコールに続く、シュワルツェネッガー主演の超大作として、 本作の制作を企画し、制作の権利を買い集めたことによる、脚本、監督の依頼を受けたキャメロンは、T-800 同様に、サラコナーも続編に、不可欠な要素と考え、直ちに、リンガ・ハミルトンに連絡を取った。キャメロンから、新たなサラのキャラクターの概略を聞かされたハミルトンは、契約目前だった、他の映画の主演を蹴って本作への参加を決め、 激しい筋肉トレーニングや軍事教練を受けて、さらに変貌た。前作で追加シーンの脚本を手掛けたウィリアム・フィッシャーと共に脚本執筆を開始したキャメロンにより、本作の第一行が完成したのは5月10日、同年のカンヌ国際映画祭へ出発する直前だ。カンヌに向かう飛行機の中でシナリオを読んだ、シュワルツェネッガーは期待以上のものだったと絶賛した。 そのカンヌ映画祭で本作の制作発表が行われ、風切りは翌年7月と決定したため、本作をわずか1年ほどで制作するという難事業に、キャメロンは挑むこととなった。帰国したキャメロンは直ちにシナリオの開口作業に、取り掛かり、序盤の未来戦争のシーン、未来のジョンが帰ると T-800 を過去に送り出す場面など、や、中盤のメキシコのシーンなどが、 大幅にカットされた。主役二人以外のキャスティングも進められ、少年ジョン・コナー役は多くの子役俳優のオーディションが行われたが、結果的に演技経験ゼロながら、キャメロンに他の子役にないリアリティがあると評価された、エドワード・ファーロングに決定した。T-1000 役には、ダイ・ハードにでテロリストの一人を演じたロバート・パトリックが起用された。 ダイハードにでのシーンのお前湯もある。一方、T-800 の特殊メイクとエンドスケルトン、内骨格のアニマトロニクスは前作に続いて、スタン・ウィンストンが担当し、T-800 の製造工場を描いた、最初の予告編の監督も務めてる。T-1000 の変身エフェクトは、アビスで変形する海水の CG を手掛けたイルムの、デニス・ミューレンが手掛けることとなったが、当時は、 CG のコストがあまりに高額だったため CG で制作する予定だったシーンの多くがアニマトロニクスに変更されている。本編撮影は1990年10月から翌年4月にかけて行われ終盤の T-800 のセリフ、休暇が欲しいは現場の状況を象徴するものとしてキャメロンとシュワルツェネッカーが採用したものである。また鉄工場で 大ダメージを受けた T-800 の特殊メイクは3時間近くを要し、その間にシュワルツェネッカーは自身が経営する会社の仕事を行うという多忙ぶりだった。なお、本作でシュワルツェネッカーの演じる T-800 が前作から一転して善玉となったことについて、当初は公開まで極秘にすることが検討されたが、結局はこの事実を早期に公開し、 むしろ本作の売りとして積極的に PR する方針が取られることになった。編集作業では上映時間の都合などからカイルの登場シーンや T-800 の手術シーンなどが削除され特別編で復活。ラストシーンは核戦争の起きなかった平和な未来の情景から不確定な未来を暗示するサラのモノローグへ変更された。 こうして公開まで1ヶ月を切った1991年6月、ついに本作は完成した。2017年にライオンズゲイトやストディオカナルがソフト化した 4K 修復、リマスター版では、色彩の変更に加え修正がいくつも施されている。顕著なものは、水路に突入したトラックの窓ガラスである。NHKBS プレミアムで2018年3月25日に、 放送されたバージョンはこのような修復、修正を施された劇場版でった。この修復の際には 3D 化もされている。日本では限定で 3D と呼んでラックスにて上映された。日本国内でのソフト発売はユニバーサルからスタジオ化なる作品を遺憾された角川から発売されることになった。2019年2月9日に 4K レストア版のタイトルで発売され、4K 版をはじめ、DVDBDBD の4形態で展開されている。吹き替え版は特別編2種に加え劇場版も収録される。フジテレビ版の吹き替えについては、劇場版、特別編ともに収録されている。拡張特別編は字幕対応。今回修復されたものは劇場版のみのため、 4K のディスクには特別編は収録されていない。BD は特別編を再生できるが、劇場版に来シーンの時は画質が変化する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。